ダドリース・スチュアート・ジョン・ムーアは、イギリスの俳優、コメディアン、ミュージシャンである。アカデミー賞にノミネートされ、ゴールデングローブ賞を受賞した。ムーアの名が世に知られたのは、1960年代初期に、ビヨンド・ザ・フリンジの4人の脚本兼出演者のうちの1人としてで、あった。それからさらに、ピーター・クックと結成していた2人組の一方として、徐々に有名になった。 喜劇俳優として非常に有名になったのは、ボーデレクト組んだ、テンヤ、ミスター・アーサーといった1970年代後半から1980年代前半にかけてのハリウッド映画での成功のおかげであった。カドリー・ダドリーとしてもよく知られている。ムーアはイギリスのエセックス州ダゲナムで鉄道電気技師の息子として生まれた。労働者階級に属する両親は子供たちに あまり愛情を示さなかった。5フィート2インチ半と目立って、背が低かった。また生まれつきのうち反則のために、長期の過量を必要とした。そのことと背が低いことと合わせて、他の子供たちにからかわれた。いじめられる、辛さから逃れるため、6歳の時コーラス隊に入り、ピアノやバイオリンを始めた。ピアノとオルガンの腕はメキメキと上達し、14歳の時には、 教会の結婚式でパイプオルガンを演奏していた。また、親切な教師ピーター・コークが音楽奨学金を提供してくれたおかげで、ダゲナム軍立高校に通うことができた。コークはムーアにとって無二の親友となり、1994年まで交際があった。オックスフォード大学モードリン校で音楽と作曲を学び、オックスフォードレビューにおいてアラン・ベネットと共演した。 この時ベネットはムーアをビヨンドザ・フリンジのプロデューサーに推薦したが、このコメディは多くの人から空飛ぶモンティ・パイソンの先駆けとなった作品と見られている。ビヨンドザ・フリンジは1960年代の風刺ブームの講師であった。イギリスで大ヒットした後、舞台をアメリカに移し、そこでもまたヒットした。大学時代、ムーアはジャズに強く興味を持つようになり、すぐに メージャーズピアニスト、作曲家となり、ジョン・ダンクワースやクレオレインといった一線のミュージシャンたちと共に活動した。1960年には、ダンクワースのバンドをビヨンド・ザ・フリンジに参加させた。その後、高く評価されることになるダドリーム・ウアトリオを1960年代に結成した。1963年には、デッカレーベルより、 トリオによる、ザーザーサイドオブザドリームアを発表。これは、マイ、ブルーヘブン、リジー・ドーズ・イット、プーバ・ノバ、テイク・ユア・タイム、インディアナ、スズ・ブルース、バボル、バングルス・アンド・ビーズ、サット・ワン・フォー・ジョージ、オータム・リーブスという曲を含んだモノラルの LP 版であった。トリオは、イギリスのテレビに定期的に出演し、また数多くのレコーディングを行って、ピーター・クックのクラブ、 ザ・エスタブリッシュメントにも長期間出演していた。ムーアは映画、悪いことしますよ。イナドミサブル・エビデンス、二人は恋人、オータム・ストーリーのサウンドトラックの制作に関わった。1970年代前半には、パーティで知り合った、イギリス人、シンガーソングライター、リンジー・ディポールと短い間付き合いがあった。ザ・エスタブリッシュメントの後、ニューヨークに渡り、イギリスに帰国後、 BBC で独自のシリーズ番組のオファーを受けた。Not Only.But a l So の枠がムーアに任されたが、ピーター・クックをゲストに招いた時から、二人のコンビに注目が集まり、番組内の定番となった。クックとムーアといえば、何と言っても、二人の労働者を描いた、ピート・ダドなどが思い浮かぶ。レインコートに布帽子といういでたちで、政治や芸術を語るのである。 大抵、クック演じる上流階級の変人にインタビューする、役をムーアが演じるという、一回限りのキャラクターのシリーズものを作り上げた。二人は素材を脚本化するのに変則的な方法を編み出したが、その方法とは、テープレコーダーを使って、適当にアドリブを演じたものを録音し、そこから起こしたり編集したりするのである。 この方法では出来上がった脚本を十分にリハーサルする時間がないため、カンペをよく使っていた。ムーアの主体役が有名で、番組はそのまま続行し、クックがムーアに、スタジオの観客より大きいリアクションをさせようとでも、するかのようにわざと笑わせるのであった。なお、こういった独創性に富んだテレビショーのビデオやフィルムは、多くが後に、BBC に廃棄されてしまったがなど、 他のイギリスのテレビ作品の大部分も同じように失われてしまっている。しかしながらサウンドトラックの一部は生き残った。ムーアとクックは映画、悪いことしますよ。で、エレノア・アブロンと共に共演し、さらに、ビファインド・ザ・フリッジ・アンド・グッド・イブニングというツアーを行った。悪いことしますよ。は2000年に、ブレンダン・フレーザーとエリザベス・ハーレーの主演でリメイクされた。 1970年代の後半にデレククライブ名義でリリースされた3枚のアルバムについては、卑猥な言葉遣いやショッキングかつ思いつき的な内容により多方面から酷評された。この直後のアドのジームにおいてムーアはクックと決別した。クックが映画の仕事に専念できないほどのアルコール依存症に侵されていたからである。 ムーアに後に死に至る原因となった病の症状が現れ始めたとき、最初は彼にもある中の疑いが向けられた。ムーアが初期に演じた役のうちの二つは、一つが名ばかりの酔っ払いプレイボーイ、アーサーであり、もう一つは天のそれほどでもないお酒飲み、ジョージ・ウェバーであった。九百七十年代の後半、ムーアはハリウッドに移り、そこでファールプレイにゴールディフォンや、 チェビー・チェイスと共に出演し、デビューを飾った。次の年には出世作となったブレイク・エドワーズの天に出演し、さらに映画、ダドリー・ムーアのモーゼの気分でと続いた。すぐその後に、天よりさらに大きなヒットとなったミスター・ Mr. アーサーが続いた。この映画には、ライザ・ミネリア、ジョン・ギール・グッド、ジェラルリン・フィッツ・ジェラルドラも出演していた。ムーアは、アカデミー賞主演男優賞に、 ノミネートされたが、黄昏のヘンリー・ホンダに敗れた。しかし、1984年には、ゴールデングローブ賞のミュージカルコメディ部門で、主演団優勝を獲得した。ムーアはもう一つのヒット作、ブレイク、エドワーズ監督の結婚ダブルス・ミッキーモードで主演を務め、エイミー・アービングと共演した。この作品で再度ゴールデングローブ賞のミュージカルコメディ、 部門主演団優勝を獲得した。ミスター・アーサー2や、キング・コングのアニメ化作品などを含め、その後の映画では、評価的にも、興行的にもパッとしなかった。後にクックは、ミスター・アーサーよりも、ミスター・アーサー2の方が好きだと主張して、ムーアを奮い立たせようとした。ムーアは、俳優だけでなく、作曲家やピアニストとしての活動も継続しており、多くの映画の曲を書き、 ピアノの演奏を提供したが、それらの作品には、好みのクラシック音楽のパロディが特徴的に見られた。さらに、指揮者、ゲオルク・ショルティと共同して1991年のテレビシリーズ、オーケストラを制作。これは、一般大衆に公共楽のオーケストラを紹介するための番組であった。後に、アメリカの指揮者、マイケル・ティルソン・トーマスと共に、 似たようなテレビシリーズ、コンチェルトを1993年から手掛けたが、やはりこれも、一般大衆に、クラシック音楽のコンチェルトを紹介するものであった。1984年、ドイツのナスター・シャキンスキーを共演に迎えての、サスペンスコメディー、アンフェイス・フリー・ユアーズでは、年の離れた妻への疑惑に反問する、世界的指揮者に奮し、指揮やバイオリン演奏を披露。 音楽家兼コメディアンの本領を発揮した。1987年、ピアニストでもある音楽評論家のレナ・フラクターからニューヨーク・タイムズの取材を受けた。二人は親密な友人となった。この頃にはすでにムーアの映画界での活動は下火になっていた。実はセリフを覚えることができない障害に悩まされていたが、それまでにそういう問題に出くわした経験はなかった。 ピアノに宣言する道を選び、フラクターをアーティストとしてのパートナーにと考えた。アメリカやオーストラリアで二人は、デュオとして活動した。しかし、やがて病状が明らかになり始め、指が思う通りに動かなくなってきた。路列の回らない喋りやバランスを失った動きは、大衆やメディアによって、アルコール中毒の症状として解釈された。ガドリームーア自身が、 この症状について何ら説明することができずにいた。ニュージャージーのフラクターの家族の家に引っ越し、そこに5年滞在したが、そのことがフラクターの結婚生活やムーアとの友情に大きな負荷を与えてしまい、とうとうムーアを隣の家に移してしまった。ムーアは1995年のピーター・クックの折、悪しき死によって取り乱してしまい、何週間にもわたって、 定期的に、ロンドンのクックの家に電話をかけては、返事の電話がかかってきて、親友の声が聞けるのを待っていたりした。ムーアは、クックの葬儀に参列したが、彼を知る、たくさんの人がその振る舞いのおかしいことに気づいて、それはきっと失望か飲酒によるのだろうと見られた。1995年11月にムーアは、友人たちとユーモア作家のマーチン・ルイースを集めて、クックの一泊お別れ会を、 ロサンゼルスで開き、ホストのルイスを補助した。2001年6月、ムーアは、大英帝国勲章司令官に叙勲された。病状が良くないにもかかわらず、式典に出席し、バッキンガム宮殿において、車椅子に乗り無言のまま勲章を授与された。ムーアは結婚と離婚をん度している。その相手はいずれも、女優のスージー・ケンドール、チューズデー・ウェルド、ブローガン・レイン。 そしてニコール・ロスチャイルドである。ケンドールとは特に良好な関係を維持しており、またウェルドやレインともそうであった。しかしながら、ロスチャイルドには自身の葬儀に出席することを明確に禁止した。病状が明らかになってきた頃、ロスチャイルドとの離婚に非常に苦労したが、なんとこの頃、ロサンゼルスで彼女だけでなくその全部まで共同生活していたのである。ムーアは、 ハリウッドでも屈指の魅力的な女性たちと付き合ったり、あるいは好まれていたが、その中には彫刻のような美しさを持つスーザン・アントンも含まれていた。1998年6月、ニコール・ロス・チャイルドがアメリカのテレビ番組において、ムーアは深刻な病のため余命行くばくもないと発表したが、これはスージー・ケンドールによって否定された。1999年9月30日、 ムーアは PSP による末期の対抗性脳障害に侵されており、年内までの命と診断されたことを公表した。2002年3月27日、麻痺によって二次的に引き起こされた肺炎が原因で、ニュージャージー州はジャングにて死去、66歳。亡くなった時れなフラクターがその手を握っており、最後の言葉が、僕を取り巻いている音楽が聞こえる、であったことを伝えた。ムーアは、 ニュージャージー州スコッチプレインズのヒルサイド墓地に埋葬された。フラクターは後に二人の思い出を出版した。2004年12月、イギリスのチャンネル4はムーアとクックの関係をドラマ化したテレビ映画ノットオンリーバットオールウェイズを放送したが、作品はクックの方に焦点が当てられていた。同じ時期、この二人の関係はピート・ダド カムはゲーンという舞台の題名にもなった。ありがとうございます。